ロングコートダディ決勝ネタ最終決戦ネタ順 2M1 グランプリ 2022ABC テレビテレビ朝日系で明日12月18日日曜日に生放送される M1 グランプリ2022のファイナリスト9組のコメントをお笑いナタリーで1組ずつ掲載してきた本日は9組目のロングコートダディのコメントを紹介するロングコートダディの決勝進出は2年連続2回目 なおコメントは11月30日の決勝進出発表から間もなく語られた。決勝には、ウエストランド、壁ポスター、Q、サヤカオリ、真空ジェシカ、ダイヤモンド、男性ブランコ、ヨネダ2000、ロングコートダディと敗者復活の計10組が登場する。